のびちゃん来ました。今日は6月の何日だ、18日月曜日、今夜の8時半ですけども、外は雨が降ってます。小雨ですけどね。さっきまでのびちゃんベランダにいたんで、頭撫でると濡れてるぞ。ん？みーちゃん。ねえ、それでも外に出たいの？じゃあ。ちょっと眩しい？光強いかな？ねえ。ん？どうした？もうさっきからのび太くんお腹空いてるみたいですね。ねえ。私が夕食食べてた時もお腹空いてたみたいでまとわりついてたんですけども、お母さんがやったばっかりだって言うんで、ねえ君もらったんでしょ？ねえ、もうそれでもお腹空いてんの？のびちゃんもう年がら年中お腹空かしてるんで、ねえ育ち盛り、もうでも2年も経ってるからな、生後2年だからな。オス猫っていうのは一体どん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 まだ大きくなんのかな。人間で言ったらもう20歳超えてるんで、成長はもう止まってるはずなんだけどね。でもまあのびちゃんあれだね、太ってはないよね。お腹とか肉たるんでないもんね、全然ね。スリムはスリムだよ。でもあれだよな、運動してないからあんまりね、外で走り回ったりできないからそれしょうがないよね。まあ、2階とか屋上とかその辺で静かちゃんと鬼ごっこすることはあってもね、外で走り回るほどじゃの運動量じゃないもんね。この後ろのモニターに映ってるのですね、ちょうどさっきこの動画の編集をしていたやつですね。動画の編集終わったんで、これからサムネイル作って YouTube にアップロードしようかなと思ってたんですけど、そこにのびちゃんが来たんで、のびちゃん、ん？何？どうした？ん？ちゃんのまだらに茶色い花ね。静香ちゃんはなんか空くんの部屋で寝てるみたいですね。最近静香ちゃんはよく空くんの部屋にいるよな。お前は俺の部屋にいる時多いよな。なぜだかね、そういうもんなの。あんまり二人一緒に寝なくなっちゃったもんね。昨日は花ちゃんと鼻キスをしてたね君。え？みーちゃん行くか？行く？ねえ、よし行こう。ほれ行くぞ。みーちゃん、ん？行く？え？なに？みーちゃん、ねえ、みーちゃん、ん？何？どうした？そんなあくびしちゃって、ん？みーちゃん